ゲイリー・ショーン・マッケイ・スティーブンは、スコットランドサーソー出身のサッカー選手。ハート・オブ・ミドロシアン FC 所属。スコットランド代表。ポジションは FW、MF。サーソー生まれ。ロスカウンテ FC の下部組織でサッカーを始めた。2007年にリバプール FC の下部組織に移籍。2年間を過ごしたが、怪我の後に放出された。その後、フラム FC の下部組織に加入した。2011年1月11日、スコティッシュリーグ2のエアドリーユナイテッド FC に加入。スコティッシュカップで選手初出場を飾ると20メートル超えの距離からのミドルシュートを決めて、試合を2から2の引き分けに持ち込んだ。翌週のドーハでも得点を決めたが、2から5で敗北した。他方で、リーグでは19試合に出場したものの無得点に終わった。2011年7月13日に2年契約で、スコティッシュプレミアリーグのダンディーユナイテッド FC に加入。21日の UEFA ヨーロッパリーグ2011-12予選のシロンスクブロツワフ戦でジョニー・ラッセルに変えて80分に投入され3から2の勝利に貢献したがアウェーゴールで敗北した。7月24日のスコティッシュプレミアリーグ開幕節で一部初出場。この試合では60分にバリー・ドーグラスに代わって投入された。8月29日にリーグ戦初得点を記録。初年度からレギュラーをつかみ取り、不調であった前半戦からの巻き返しに大きく貢献したため、ファンからも愛される選手となったため、2012年1月に契約も延長された。2013年8月24日の試合では1得点を挙げたが、この試合は、ブラックバーンローバーズ FC のスカウトが彼を見るために訪れていたと報じられた。このシーズンはスコティッシュカップの準決勝で1得点を決め、決勝でもスターティングメンバーとなったが、64分にライアン・ゴールドに交代、チームも0から2で敗北した。2015年1月1日のダンディーダービーでは2得点を挙げて6から2の勝利に貢献した。2017年7月、SK ラピードウィーンとの親善試合にて2015年1月16日、ダンディーユナイテッドとの契約が切れる夏に、セルティック FC に加入することで、仮合意。この1月には、フットボールリーグ1のシェフィールドユナイテッド FC の監督であるナイジェル・クローが彼の獲得を熱望しており10万ポンドを用意したが、ダンディーユナイテッド側が最低25万ポンドを要求したため、これは実現しなかった。移籍史上最終日の2月2日に、セルティックが25万ポンドを用意したため、移籍が直ちに行われ、チームメイトのスチュワート・アームストロングと共に、セルティックに加入した。5日後には2人揃って、セルティックのスコティッシュカップを観戦している姿が見られた。移籍後初出場は2月11日で、この試合で移籍後初得点を決めて、マリオ・ビラテに交代した。ホームでの初得点は3月1日で20メートルの距離からのミドルシュートであった。3月15日に古巣ダンディーユナイテッドとのスコティッシュリーグカップを制するが、彼自身はダンディーユナイテッドでこの大会に出場していたため、ベンチ外であった。2017年7月12日に2年契約でアバディーン FC に移籍、移籍金は明らかになっていない。UEFA ヨーロッパリーグ2017-18予選の NK 白木ブリーエグ戦で移籍後初出場。第2試合では1得点を挙げて3次予選進出に貢献した。リーグ戦初得点は10月14日で1から0の勝利の立役者となった。12月16日には自身初のハットトリックを達成。スコティッシュカップでも4回戦で得点を決めた。2018年12月2日に行われたスコティッシュカップ決勝、フルスセルティック戦ではデドリック・ボヤタと頭でぶつかり混沌、病院に搬送されたが数日で退院することができた。2019年1月末には戦列に復帰した。2019年6月24日、メジャーリーグサッカーのニューヨークシティ FC に移籍が決定、移籍金はかかっておらず、合流日は移籍市場が開く7月9日となった。7月14日のダービーマッチで84分にバレンティン・カステチャーノスに代わって投入されて移籍後初出場。8月31日、自身29歳の誕生日となった日の試合で負傷したエベルに代わって途中出場すると移籍後初得点を記録し勝利に貢献した。2020年末に NYC との契約を満了。翌年1月にハート・オブ・ミドロシアン FC へ加入し、母国復帰となった。2013年11月15日に行われたアメリカ合衆国との親善試合で84分にクレイグ・コンウェイに代わって途中出場しスコットランド代表初出場。2018年10月に行われたポルトガルとの親善試合で5年ぶりに代表出場。この試合では67分にオリバー・マクバーニーと交代で出場、スティーブン・A・スミスの得点をアシストした。2017年8月27日、グラスゴーのケルビン川から救出された。クイーン・エリザベス大学病院に搬送され、低体温症と診断された。ありがとうございます。